るく、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、We are Stardom。 女子プロレス Stardom、 新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく、激しく、美しく、そして新しいスターダム。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。ファーストコーナー、クイーンズクエスト、167cm、55kg、ゴールデンフェニックス、神谷夏子へと白いベルトに対する思いで対立し、激しくやり合った神谷沙耶です。世界最速の妖精、アーティストオブスターダムチャンピオン、ナゼーボーイ。白いベルトへの気持ちは絶対に誰にも負けたくない夏子へです。あーと、これから姫香のコールだったんですが、その姫香がなんと同じドンナ・デルモンドの夏子へに背後から襲いかかりました。ちょっとあのナツポイのコール中にもずっと姫香にらみつけてたんですよね。自分のコールの前に出てくと思わなかったですけど、これ今試合以前にナツポイのこの思いですね、はい、それが先に先行しちゃってますね。これはもう亀裂は決定的なのか、それとも、まあ、どんなデルモンドのポリシーとして対角線のコーナーになったら容赦しないというですね、はい、そういった思いなのか、この両方なのか、はいはい、まさに今ちょっと上谷は蚊帳の外の状態ですからね、まあ、逆に今ここでまあ消耗してもらうと、おお入ってきましたよ。入ってきました。その姫香を丸め込んでいく。カウントは2です。まあ上谷はこう勝負に徹してますよね。今丸め込んで、姫香と夏ぽいが揉めたらそこは冷静にね、そうですね、うまく利用していきたいですよね。2人のやり取りに対して対処していく感じが、まあ、スマートですよね。頭の使い方としては、勝てば白いベルト、ワンドオブスターダムの挑戦権が手に入ります。このスリーウェイマッチ、対角に勝る姫香が上谷ショルダータックルで圧倒していきます。まあ、この3選手も明らかにあのスタイル、まあ、体格もそうですけども違いますから、はい、これまた夏子へのスピードでしっかり、上谷の技術テクニック、そしてやっぱり姫川わボディ、合体かと思いきや、そうですね、どんなデルモンドこっちに持っていくんですね。姫川が夏子へのドロップキックを食らってしまいました。さあ再び姫香のショルダータックル、どんなデルモンドのみだではなくですね、はい、この2人はアーティストオブスターダムのチャンピオンですよね。そういうことですよね。はい、姫ポイの、はい、ここまでこじれてしまうとね、そのベルト自体もですね、どうなってしまうのかという、そういうことですね。普段の戦いもあるわけですからね、はい、戦い終わればノーサイドという、 ということではなくなってきますよね。なくなってきそうななんか雰囲気があります、はい、まあちょっとこれはね、ジュリアも気が気でないでしょうし、そうですよね、まあ、ジュリアも自分も今欠場中の、ね、状態ですから、はい、そんな中でね、DDM の戦力の中で亀裂が入るというのはあまりユニット的には良くないですよね。思いますね。
足かけます、足落ちましたよ、はい、わあすごいドロップキック、それでも突き抜けてもうガッツポイ外に落ちるという勢い、気持ちの強さを見せます。でも神谷はここを狙えるんじゃないですかね、いけるか神谷、ここはどんなダイマンドの2人目がけて、スワンダイブのクランチャスイシーだ、落差ですよ、ちょっと腕痛めたかな、まあ高いところから落ちていきますからね、場外の飛び技リスクありますから ね、捨て身の攻撃ではありますが見事にヒットさせた神谷沙耶、そのまとびのカンクントルネード、さりげなくやっぱ身体能力の高さをね、そうですね、神谷は見せていきますね、はいはい、さあ一気に決めていくか、どんなデルモンドのお家騒動を、おスタークラッシャーかわしていく、ナツコにスープレックス、これを打たせないバックエルボー、ロープに飛ぶスピンキック、ドテッパラー、ボディ真ん中当ててきました、さあ掘りました、カバーに入った上谷、ハイスピードフェアリーの動きをしっかりと見ています、上谷沙耶、さあもう一発来るが決めか、重さが襲ってまいりました、また取りましたね、まあ、今のも決して夏ボイを助けた形ではないですよね、自分の力自分の展開に持っていくという中での流れですけど、挑戦するのはね、挑戦できるのは一人だけですからね、はい、そうですね、決めかファイヤーマンズキャリー、これを暴れてリバースブラッケンシュタイナー、力出しましたよ、さらにフライングニールキック、キックも喉元ですか、足のくるぶし刺さりましたよ、危ない危ない、いやー躍動する上谷沙耶、さあここは姫香を仕留めたい、ジャンボプリンセスをこの大きい姫香を上げさせない姫香、引き込み式のラリアット、至近距離でねバチンとレート決めていきましたけど、ああいうところで体格が出ますよね、一発でひっくり返しますよね、お、これは姫かも狙ってますね、あーこれ、あーこれ入りますか、お、しかしそこにナツポイがどこのコーナー、姫かは気づいていないか、いや違う、これは結果的に合体なのか、 それとも意図的な合体なのか、でもラリアットすぐに来ますね、姫かも邪魔をするなとばかりに、スライディングラリアット、どうだ、カウント2、さあ今上谷はちょっと動けないでしょうか、ナツポイと姫香にとってはここで一気に決めていくチャンス、アルゼンチンから JP コースター、高いところから来ましたね、姫香か、姫香が入る、ナツポイ肩を上げていきます、あそこまでやられて姫香としても黙ってはいられません、姫香が狙っていたのは赤いベルトと、そして SWA 世界だが巡っていったこの白いベルトへのチャンス、さらにはナツポイとの関係、ここはきっちりと返して姫香としても引き下がるに引き下がれなくなりました、まあ、それぞれの目的や因縁がいろんなことがありますけど、結局このリングの中で結果を出したものだけが勝者ですからね、まあ本当にね、プロレス最終的には一匹狼、さあこれはフェイスクラッシャー、カサドーラ式で打っていきました、バックに回るジャーマンスープレックスホールド、いやー上谷がクラスボディ、ここで上谷、いやー危ない、このチャンスはこれは上谷にとってチャンスですよ、そうですね、今姫香に相当重量感ある攻撃受けてますから、ナツボイはそのまま去ってるか、いや決まった、フェアリープレイ切り返された、そのまま足で固めてチャックナイフ、上谷沙耶
7分52秒、勝者上谷沙耶。スリーウェイを制し、次期ワンダーオブスターダム王座挑戦者となったのはクイーンズクエスト上谷沙耶です。いやー、でも上谷、あそこの判断力、2手3手先を読んだ判断力は素晴らしかったですね。そうですね、ナツポイのフェアリーブリンクの切れ味は抜群だったんですか。でしたよ。ただあそこを あの返しで持っていかれると、ナツポイも一瞬何をされたか分かんなかったんじゃないですか。分かんなかったと思いますよ。見てください、この上谷の冷静さ。そうですね、クールですね。そして今姫香は敗れたナツポイに何かね、まあ、言葉を投げかけてましたね。あ、お、お、あ、これは仲直りってことでよろしいですかね。そうですね、まあ今勝負はね持ってかれちゃいましたからね、はい、一個ちょっと姫子もふっと冷静になった瞬間だったんでしょうかね。さあ上谷はこのまま白いベルトに向かって一直線です。女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。ナツポイが呼び覚ましてくれたというか、そうだと思う。だからナツポイには感謝してる。でもナツポイ、何か言い忘れてることあるんじゃない？女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。追い詰められたのか、自ら追い込んだのか、白川みなに大きな転換期が訪れました。なんと白川みな、これは本当に白川みななのか。花道に姿を現した白川みなの髪は真っ黒に染まっています。そして明らかにメイクも変わっています。この中野タブトの白いベルト戦が決定し、突然姿を消した白川美奈、一節では失踪、一節では山ごもり、一節では修行、さまざまな憶測が叫ばれましたが、確かなのは、間違いないのは、中野タムに勝つために白川美奈はこの今日今宵代々木のリングに戻ってきたということ。彼女の全ての感情、全ての行動は中野タムにつながっています。いわゆるその なんていうんですかね、大江さん、怒りの感情だったりとか、はい、まあ、ジェラシーだったりとか、そういったものがいわゆる攻撃力に直結することはよくあると思うんですけど、はい、そうですね。でもそれはまだ意識的にというか、そのまだ、プロレスの中の技量の範疇だと思うんですけど、それがその精神面が突き抜けてるところに今白川選手がいる感じがしますね。じゃあタムが、まあ、それを上回るような執念で襲っかかってきた時に、白川みなのその精神というものが、はい、どこまでキープできるか。そうですね、だから今の状態で、さっきあの外にあの場外に飛んだ時に、あの少しスイッチ入ったような切れたようなね、タム選手もボルテージ上げてきましたけども、うん、ただ白川選手の今のこの、まあ、テンションというかこの状態ですか、これに飲まれてしまうとタムも危ないですよ、うん。でも何かタムの方は戦いながらこうやって白川みなの何か心の奥底を見抜くかのような、そんな視線を見せています。これはジュリア選手、ちょっとタム選手は何を今見ているんでしょうかね、リング上で。ね、
あんたどうしちゃったのみたいな顔してましたね。白川美奈は私を見てと中野タムに言いました。そして今中野タムは白川美奈を見ています。ちょっとこれは難解というか不可思議というか、ああ攻めている白川の表情が徐々に崩れている。また白川美奈に変化が、あ打ってこいと返してこない、なか打ち返してこない中野タムに。確かに言われると全然打ち返さないですね。そうですね。だから白川選手が言ったように、その岩谷選手と戦っている時の必死の力、必死の心みたいなものを自分になぜ向けないんだと、うん、まあそれはもちろん技量というものも、ね、白川との技量の差もありますけども、それがどうしても許せないんでしょうね。だからこうやって全く反応しないタムの表情、無表情を見れば余計にこういう感情が出てきたんでしょうね。ここまで変われば岩谷に見せていたよ。スピンキック、パカーンって、ついに、おうわ、そしてタムが喜ぶ。中野タムが反撃に出ました。バックドロップ、圧倒する中野タム、返せるか白川、カウント2。さあどうする。ただまあ実際のところプロレスラーとしての今の現在のステージとしてはね、さあジャマをジャマを、おぶれ、まあ多分選手の方が一つも二つも上でしょうし、だそこで今その要するに本気の中野タムを私に見せろというのであれば、それなりの攻撃力を持って、それなりの追い詰めをしないことには、動かないことには、その表情はいつまでたっても自分に向けられないですよね。まだ足りないということですか。そういうことですよね。だから、まあ、そういうジレンマもあって今回のこういうね、精神的な、なんていうんですか、突き抜けにもなってるんだと思うんですけどね。トップコーナーでドラゴンスリーパー、危ない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 、まだ中野タム選手は息すら上がってないですね。そうなんですよ。だからやっぱりそこはプロレス道の中で、タムの余裕をなくしていくことからですよね。まずこのちょっと予想していたのとは違うこの2人の、ああさあエプロンでイーブンフロー、うわー、ハイキック、インプラント DDT も決まらず、そしてタムがバックに回る。さあ白川が強引に、ここでインプラント DDT、必死になって白川美奈を中野タムに追いすがります。そうだからこの先ですよ、この先もう一歩白川が先を行かなきゃいけないですよ。中野タムの攻撃は返ってくるようにはなりましたが、白川が求めているのはその攻撃の先の気持ち、自分に対する、タムの自分に対する気持ちというものが技にこもっているのかどうか。今このタムもね、このこの野郎っていう、もういい加減しろこの野郎っていう気持ちがね出てきてますよね。だからそれに対して白川が対抗できなきゃダメなんですよ。ここで今膝をついてるようじゃダメなんですよ。だから先に行かないと、もっともっとタムのその心に踏み込んでいかないといけないですね。もちろんそうです。あーっとローリングエルボー、これはさあ白川先行け、先行け、トラスティックもよく見ている。強い、なんという勝負感、ね、ああいうカウンター持ってるか、タイガードライバー、カウント2。いやもうこれで白川このまま負けてしまったら、もう修行も山ごもりも全部意味がなくなっちゃいますよ。さあもう一丁見せてくれないと、これはね頑張
張ってもらいたいですね。中野タム、やっぱさすがに修羅場をくぐってるだけはあります。いや、まあ中野タムの今年の修羅場もすごかったですから、もう今年の頭と比べたらもう今の状態、もう2ステージ3ステージ上げてますよ。トワイライトドリームで下目にかかりますが、これは白川美奈なんとかかわして、さあインパクト DDT 決まりましたね。ええやん、ええやん、ええやん。そう、この先、この先、もっとこの先ですよ。そうです、この先です。ここからですよ、ここから先持っていけば本気のタムを見ることができますよ。白川は肉体と精神のその先、もっと深い深い中野タムの心の奥底に白川美奈ダイブしたい、飛び込みたい、浴びせ蹴り、今まで見せなかった技を見せます ね、 そうですね。今度はトップコーナー、白神の何を見せる、中野タムを捕まえて、まさかナダル式、ナダル式のバビリティ。今日も序盤からインプラントの DDT も4つ目ですけど、このその先ですよ、こっからですよ、この先、この先、ああ潰された、カウント2、さあすぐ立ち上がって、今のはでも効きましたね、白川ね。ああ、ちょっと口から流血、そうね、口の中切りましたよね。さあどうする、タムが何度となくくぐってきた修羅場に今白川美奈が足を踏み入れた。出た、空襲同時目落とし、カウント2。さあもうここまでね、精神的にも上がってるなら血を見て覚醒すればいいんですよ。これは新技グラマラス、いかない、もう一度グラマラス、投げられない、ダメだ、じゃ投げっぱなし、ジャーマン、ジャーマン、新技のグラマラスドライバーはミナを狙いましたが、タムはそれを上げさせません。まあ、さっき顔面にね、中野タム全体重乗っかってますからね、白川のねダメージありますよね。だがそういったものを乗り越えて乗り越えて今の中野タムはあります。白川美奈、今張ろうとしてましたがギリギリで止めました。ああ、そして逆にタムは張っていく、投げっぱなし、タイガースープレックス、バイオレットシューティング、カバーはカウント2、まだ白川美奈返す、コズミックエンジェルス、うなぎさやかが見守る中、築山もいます、桜井もいます、コズミックエンジェルス対決となったセミファイナル、白いベルト戦、中野タム、この体勢はバイオレット打てない、なあグラマラスドライバー打てない、いった、あげた、そしてとどめを刺すか、トワイライトドリーム、中野さんの勝ち、17分10秒、勝者中野タム、第15代ワンダーオブスターダムチャンピオン中野タム、白川美奈を下し6度目の防衛に成功です。ジュリア選手、あそこで張れなかったっていうのはどういうことなんでしょうかね。なんで、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 ダメでしょ、張れよと、張れよ、壊れねえから、あいつ好きだから張れない、それじゃベルトは取れませんよ。
肩を並べるなんてまだ早いんじゃないかなってちょっと、うん、女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。あんたももっと強くなって、タムの近くに来てよ。タムはずっと待ってるんだからね。スターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。次の聖なる白いベルトの挑戦者決まりましたよね。神谷さや、あんたと最強で最高の試合をして2022年につなげたい。よろしく。さあ、両者の意思は固まりました。 7.4 横浜武道館の続きは 12.29 両国国技館。新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しい